さあ、こんにちは、マーティン。でアのミなクーボーイ、キングクです。今日は訂正クイズ。次の問題を出したのを訂正するというクイズでございます。はい。えー、っと、第1問目。えー、人気アーティスト、奇跡の曲を歌ったのは、ミドギーンである。ミドギーンである。はい。間違えてるの、訂正するのを直しなさい。どれでしょう 正解は、緑のところ、グリーンでした。はい。では、エグザイルの、あの、チューチュートレインの元となったの、元となった人物は、グループは、ゾウである。あの、エグザイルのチューチュートレインの元となったのは、ゾウである。正解は、ズーでした。はい。動物園ですけどもね。はい。じゃあ、座布団運びの山田くん、3問目、山田くんの、 あの、リーダーを務める、あの、アーティストのグループ名は、えー、ビートルズである。間違えてるのはどれでしょう正解は、ズートルビでした。逆ですね。笑,笑っちゃいますね。はい。第4問目、えー。花輪と土屋の芸人コンビを組んだ漫才は、タイツー。 である。訂正してのはどれかな正解はナイツでした、ナイツ。タイツじゃなくてナイツです。はい。では、次の問題。キング・オブ・コメディで、まあ、優勝経験あるかもしれないがわからないですが、その芸人田所関町がいるのは、ナイツである。 キングオブコメディーで、えーえー、優勝したかどうか分からないけど、その、関町と,と、田所、あの、上川高谷の人ですね。が、その芸人は、ナイス、ナイスである。正解は2つです。キングオブコントと、ライスでした。はい、ナイスでなくイナイスではなく、ライスでした。噛んじゃいましたね、これ。 今のは2個見抜けたかなはい。えっ、ー、と、P リーグのキャッチフレーズ。えー、かわいいポップガール。川崎ゆいちゃんと、えー、ドサアスリート、照らしたともかさん。の二人が私の好みでございます。さて、間違いはどれでしょうヒント二つです。もう一度言います。かわいいポップガール。 川崎ゆいさんと、えっ、ー、と、参考は次々と、たともかさんは、まあ、私にとって大好きなボーギング選手である。どれか二つ間違えてます。わかるかなキャッチフレーズと名前です。正解は、かわいいわ、かわゆい、ポップガールと、ともかは、したちかさんでした。はい。わかったかなというわけで以上です。バイバイ。